はいえー、皆さんこんにちは。サンソンチャンネルね。マキサンソンですで今日ですね、まあ、連休の3日目ということですよねで。こうなってくるとですね、なかなかあの <laughs> まあネタがです、ねまあ、尽きてくるというところはあります。あの平日にです、ね、裁判所に行って、まあ、ネタを仕入れてくるので、まあ、連休になってくるとですね、まあ、どうしてもそのネタがです、ねえー、なくなってくると、まあ、いうところはごごあるわけなんですよね。でまあ、今日はですね、あのまだ第1回口頭弁に行われてないと思うんですけれども、 え福永先生対菊川先生の事件ですね。まあ、これについてちょっと見ていきたいと思います。はい、画面を共有しますね。えっ、ー、と、令和3年は12648ということで、31部の事件ですね。31部、高学かの事件ということですね。で31番の3階にありまして、で、あの、コート、に分かれてるんですけど、まあ、これは他の部もあの結構開催するんですけども、あの、コート、とで、こう、入り口が違うんですよね。なんで、 えー、こうなのか、うつなのか、あらかじめ分かってないと、ちょっとあの調べに行くのが大変だったりです。まあ、大,大変でか、ちょっと面倒くさい、えー、ような状況だったりするところですね。はい、まあいいや。で、福永先生が菊川先生訴えた事件ですね。これ、1月25日に提訴をした事件ですね。で、そらくこの事件番号からすると、えっ、ー、と、簡易裁判所から回ってきた事件ですね、おそらく。はい で、えっ、ー、と、まだあの、陳述されてないので、えっ、ー、と、訴状を全部公開すると、これはまあ著作権がどうのとか言ってですね、あ2万円払えとかですね、あの <laughs>、問い合わなさみたいなことをくらってきますので、えー、何が訴訟の対象なのかっていうところですね、まあそこだけお話ししようかなと思っております。はい。でね、これ追加で変更があってね、結構多いんだよね。3種3つだけで えと6月24日、令和元年6月24日の福永克也不愉快どころか外薬じゃねえかですね。まあ、外薬っていうのが侮辱だってことなんですかね。から令和元年8月7日、えー、福永克也なるものは放送会にとっては外薬かもしれないけど、小麦アレルギーじゃない点で私より買ってますなん <laughs> なんだそれは <laughs>。川先生、小麦アレルギーなんですかね。はい。で、えー、と令和2年ですね、これ1年後ぐらいですか。えー、福永モラルなさすぎワロ、ワロチェンコブなんだか っていうことですね、うん、でこの頃って確か福永先生あの結構いろいろ庭園とかカスとかあの言ってた頃じゃないかなと思うんですよね。なんでまあ、うん、まあこれはもらわないって言われてもしょうがないですよね。なんかという気がするんですけどね。どうなんでしょうか。えっ、ー、と、病名なる精神状態かもしれないのに触らのが一番ですかねって、病名なる精神状態ですか。まあ、ちょっと踏み込んでますね。<laughs> まあ一応、かもしれないと言ってるし、 あの具体的な病名とか言ってないので、まあ、あれですけどね。はい、4月21日、請求の拡張ということで、えっと、令和がこれ、令和元年のやつですね。だから、これ、放ったんだね、たぶんねで。過去のやつ全部調べて、なんかいけそうなやつ全部、全いけそうじゃないと思うけど。<laughs> まあ、とあそのにかく、訴状に入れられそうなやつを全部こう入れたって感じなんでしょうね。 で旅行マウンター、口悪50倍金持ちおじさんってなるほど、はいまあ。確かに旅行行ったとか言ってなんか結構あの乗せたりしてましたからね。うん、で、えー、50倍金持ちおじさんですか。ははで、令和元年、ね、4月5日ですね、50倍の人普通に好きなかったけど、多分五50倍でラーワードでエゴサし,してっぽくで僕みたいな放末にもギャンスきいてくるのを見て可愛くなってきた。山登りとか、えー、三つ星レストラン制覇して頑張ってねって思ってる。 また50倍ですね。ちなみに、あの、まあ、訴状だから、その、アップしちゃうと、またその、著作権でどんどんどんと言われるんだけど、この50倍に関しては、この侮辱的な表現だと、まあ、いうようなことは、あの、訴状でとあのコメントしているということですよね。ただこれ、あの、自分で50倍って言ってるからね、からね。で、それどうなのっていう話ですよ。で、令和元年4月5日ですね、福永先生っていうより50倍っていうほうが通りが良さそうな因果かもしれないですね。私は、あの、ガムテープとかの <laughs>、 <laughs> 通りがいいんですけどね、まあ、い,いや、はい。で、令和元年6月11日ですね、50倍の人はほとんどすげえからブロックするのが一番だと思う。もうこの中だ50倍が侮辱だって言うんですかね、自分で言ってんのロう、お前だって話ですけどね。で、令和元年6月11日ですね、福永先生は50倍稼いでいることを断ることに強調し、強みにしつつも貧民たる我々と同じフィールドにわざわざ降りてきてくださって、我々と同じ低レベルの対話をしてくださる方なんだから、無視ろたたえるべきこんなんでも50倍稼げるんだって疑問になるなるほど。 <laughs> なるほどね。はいまあ、福永先生は我々のことあの貧民というか、まあ、民とかいうのかなあとは底辺とかいうんですかね、まあ。いろいろありますけど。で6月14日ですね。でも50倍、五、ま、十、あ、倍稼ぐすごい人だから下地も民が騒げるようにわざと間違えたんですよ知ってして。<laughs> ということですね。はい、なるほど。 で次,ですね、あ次は福永って言っちゃってですね。福永50倍弁護士のおかげで、50倍ってつければなんとか受けるような給付を出して、その点のみ感謝に対するってわけですね。なるほど。まあ、どうなんですかね。このくらいだと、うん、一線超えてないように僕は思うんですけどね。うん、令和元年7月8日ですね。ゲハオと福永克也、同じ香りを感じると。ゲハオがよく知らないんだけど。から、福永くんさーって いやこれも別にどうでもいいんじゃないのと思うんだけど。かようまりのさん、いいからニコ動とかでなんか変な感じの動画見て心をつかせて思う。弁護士登録してるとのことで有名な福永くんは弁護士の飯の種の食いだらなくすような変な迷惑せずに、N 国の友達になってほしい、応援してると。<laughs> なるほど <laughs>。これ、令和元年10月4日ですか。えー まあ弁護士の飯の食いだでをなくすようなことをしているということなんですかね。よくわかんないですけど。え福永君、話題にこと書かないんだけど、できれば今後死ぬまで彼についての話題を一気したくない、えー。去年の8月27日ですね。まあ、去年の8月だと、やっぱりその底辺かすゴミとか連日のように言ってたところなんで、やっぱりそういうところあるんですかね。うん、弁護士の品位を返してると、まあ、いうようなお気持ちだったのかもしれませんね。 えー、令和2年10月25日、福永くんさ、これもな <laughs> んですね。で、えっ、ー、と、令和2年11月25日にブロックされましたということですね。ブロックされましたでダメって、それひどくないのなんか自分でブロックしといてさ、ブロックされましたって言ったらさ、これ侮辱だ、名誉毀損だって訴えるってさ、なんか、それめちゃくちゃマッチポンプなんじゃないですかねなんか <laughs>。これはひどくないですかなんか。 で令和2年、ね、12月5日ですね、福永君の訴状に名指しで出てきた人たち、かわいそうだけど、全員やべえやつなのかなって振り返したいやいや、それあった。<laughs> これまだ自分が訴えられることを知らない意で書いてますよね、これ絶対。<laughs> はい。福永君の訴状に名指しで出てきた人たち。12月5日の時点で福永君の訴状ってどういうことなんだろうこれまだ、えっと、去年の12月5日なんで、あのー、まだ、 あれですよね。都先生とか訴えられてない頃ですよね。だから誰のこと言ってるんでしょうね。福永くんの訴状。まあいいよ、はい。ええー、ちょっとよくわからないんですけども。福永くんの訴状ってあれか、猫ピさんを訴えたやつとかですかね。あるいは、えっ、ー、と、トイアナさんを訴えたやつとかですかね。で、そのあたりの、まあ、訴えられた人とかを、まあ、あのフィルターしたっていうことなんでしょうかね。 なんかその後 <laughs> この2ヶ月後ぐらいにご自身が訴えられるということをなんか知っている私たちはちょっとなんかあの口元が緩んじゃいますね、はいまあいいやで。令和3年3月29日ですね、福永克也なるものか10万円の損害賠償請求されました。<laughs> 全力でぶちかま,りまします。<laughs> というわけで、えー、と3月頃です、ねまあ、あの訴えられて、まあ、訴状届いたということですね。 で、あとコメントで、いや、しばらく前に批判したことある,あるかあるんですが、名誉棋損まで当たりツイートはして覚えないですね。で、は、100年ぶりですね、ひねり上げます。まあ、こんなこともツイートしてると、ね。3月29日、福永くん何人相手にしてるんだと。まあ、これあれですよね、たぶんか多分あの12子とかなんかを <laughs> 訴訟告知してますんで <laughs>。まあそういうことを言ってるんでしょうね。で、同じく3月29日、福永かつに訴訟提起者提供でツイート伸びてフォロワー様増えたらマジ怪我の巧妙と。 これな、何な,なんですかねこれが何で、あの、名誉毀損に当たるんですかねなんかよくわかんないですね。まあ、侮辱なのいや、福永くん何人相手にしてんだとかさ、それから、訴訟提起者やた影響でフォロワー増えたとか、これ、な、何が、何が侮辱になるんですかねよくわかんないですね、本当に。もう、理解不能です、この辺は。いや、私、一回、山中豊って人物から、その、 訴状をその仲間のグループラインにあに投稿したっていうんで、なんか訴えられたことあるんですよ <laughs>。で、なんか、その山中豊さんご自身が書いた訴状によって、山中豊さんご自身の名誉が毀損されたっていうですね <laughs>、ものすごい法律構成でですね、訴えられたことが一度あります <laughs>。いや、それありえないですよね、なんか。なんから意味わかんなくないですか、なんか。 いや例えばさ、山本一郎さんがさ、こう文春にさ、記事書くじゃないですか。で、文春に山本一郎さんの記事が載るじゃないですか。で、山本一郎さんが文春を訴えてですね、<laughs> 俺の書いた記事のせいで俺の名誉は既存されたって文春を訴えるんですかね <laughs>。っていうようなですね、なんかむちゃくちゃなあの訴訟を受けたことはあの、訴訟提起を受けたことはあるんですけども、なんかそれとなんか似てますよね。はい、うん なんでこれが侮辱なのかよく、本当に理解できないです、私には。で福永克也が骨折全消ししているから、当職のツイートが何の発言を対象にしたか特定できないため、反論がしづらく、もし2019年4月から10月までの彼のやべえツイートをお持ちの方がいらっしゃいましたら、DM のリプレイでも結構ですのでご、ご提供いただきたいということですね。 でこうすると、まあ、いっぱい集まるわけですね。<laughs> でありがとうございます。すべてのアカウントからの DM を受けてるみたいなやつに出たのでこれ、これをと公開になっている気がします。お手数をおかけしますが、もし、もしかしたらお助けいただけると大変助かりますということで。まあ、このあたり、たぶんいろんな人からです、ね、情報提供、ばーっと来てるわけですよね。で大変助かります。ぶっ潰します。というわけですね。はい、まあ、これもなんか福永君がさ、その、 なんていうの宮子先生を訴えたりとか、猫ピさんを訴えたりとか、やなさんを訴えたりとか、まあ、そういうことしてなければ、絶対こんな協力者現れてないと思うんですけど。いろいろ協力者が現れるわけですね。で、3月30日ですね。いろいろと法律的に面白い請求かもと思ってますので、微力を尽くして弾き上げますと。これもさ、なんか面白い請求っていうだけで訴えちゃうんですかね。まあ、面白すぎるで訴えるだけ。 まあ、代理人としてですけど、代理人として、その面白すぎるだけで訴えてる人なんで、まあ、そうなのかなと思うんですけど、なんか、こういうのダメっていうのるとさ、もうほとんど表現の自由どうなのっていうところになっちゃいますけどね。で、わし、えー、ですね、覗いてないのに見つめられましたですね。えー、書証作成のために一時的にブロック解除し、その後またブロックされたと思われるけどねっていうんですね。 で自分からブロックしてるのにあえてブロック解除してツイートを確認してで、ブロック中のリツイートもいいねもおそらくされてないツイートで名誉勘定を起訴されましたと言われてもなかなかねと思うところがありますが、頑張ります。これね、なんか思いますよね。そのハーチューとかさ、そのアンチブロックしてたりするわけじゃないですかで。ブロックしといて、それで名誉勘定を起訴されたってどうなのっていうところは確かにあるよね。まあ、どこまで裁判所に通じるかっていうのはありますけど、まあ、言ってみたいところはありますよね。でただでは死なねえよ。 からこれでありがとうございます。一つ反論のメドが立ちそうです,、ねというわけですね。これはまあ誰か情報提供した方がいるんでしょうね。福永に対しては現在ムかついたとかいうより、また不当訴訟を許せんというよりも、じ実務上それなりにどんとやりそうな件になっているので、少しやりがいがあるかもと思っているのが本音です。こういう件に自分が当事者として関わる人は少ない極めて少ないと思うので、頑張って戦いたいと思っています。はい、頑張ってください。<laughs> <laughs> ね。で、翌日ですね、3月31日、ダンスパーティーが始まった。 <laughs> いずれも少なくとも私に対して訴訟に関しては、数学や表現内容からして、違法となりうる、すると少しまで言えなかろうというところはありますが、手当たり次第やっているあたりは間違いなくよろしくはないかなと思いますねということですね。まあそうだね。だからこれ、祖院追加したのって、どうなんですかね、福永先生的に得だったのかどうかっていうのは、僕は微妙だと思いますよで。こんなさ、なんか明らかに無職じゃねえだろうっていうのも入れちゃってて、でも手当たり次第、ばもうツイートズームなんか訴えてるって感じじゃないですか。 でこれやっちゃうと、なんか裁判官から、いや、こいつ乱争してんじゃないのっていう印象を受けるんじゃないかなって僕は思うんですけどね、どうなんでしょうね。まあ、福永先生にお考えがあるんでしょうけど、うん、まあいいや。で、3月31日、乱乱乱争で大暴走ですかえ、リアルに精神状態どうなってないか、裁判所で買わせるの不安なんですけど。<laughs> まあ、いうことでね、うん、どうなんでしょうね。はい で令和3年え3月31日ですね。福永克也は、過骨い全消ししているから当直のツイートが何の発言を対象にしたか特定できないため、反断を主なく。あ、これさっきのやつか。多分これリツイートしたんだね。同じだね。で、ありがとうございますか。まあ、この人も多分これリツイートかな。うん、同じこと言ってますよねで。4月1日、一人親の方、一人親,一人親支援法事務所に依頼していい結果出なかった人がツイートとかで文句言ったような場合も、名誉毀損で損害賠償するのだろうか。 ということですね、うん、どうなんでしょうね。で、4月1日、何の権利もない福永勝也だからまだいいけど、よくないけど、<laughs> 国やら議員が国民の起案的言論に対して損害賠償とかしだしたときの言論自由に対する意識効果の大きさって本当にすごいんだろうなって考えさせられると。まあ、これあれですよね、立花隆さんとかそうですよね、あのまあ福永勝也が代理になってやってるんだけど、まあ、あれとか本当に。 ね、ある意味、独裁国家なんじゃないのっていう気はしちゃいますよね。まあ、政治家に対する、ね、はんあの批判が許されないって、本当に民主国家とは言えないですよね。と思いますけどね、まあいいや。で、福永の過去ツイートと過去の実績、やばいのが多すぎて、どれが何よりは分からんチョフになってる。<laughs> なんかこれ、ロシア名前好きですよね、なんか、あのワロチェンコフとか分からんチョフとかですね。 まあいいや。はい。で、4月8日ですね。えー、原告、福永殿の、このツイートを見ているなら、既伝が違法だという当職のツイートに対応するで,であろうかな。この辺をちょっと映し間違えてるかもしれない。で、既伝自身のツイートを証拠として出してくださいと。で、福永殿、大変でござるなと。で、誰かを攻撃しないと自己の同一性を肯定できない系のメンタリティーなのかもしれませんね。勘弁してもろて、と。まあ、こんなような、えっと、結局30いくつぐらいですか。33ですかね。 のツイートがまあ対象になってると <laughs> いうことのようですね。でね、あの、菊川先生のやつなんだけど、次回ね、8月中旬ぐらいにね、またね、あの、弁論準備ですね。確か菊川先生って、青梅の先生だったんですよね。なんか、僕の記憶にあれがなければ。なんで、まあ、来るの大変だっていうことで、多分電話会議になってるんだろうと思います。なんで、これパターンとしては、その電話会議がずっと続いて、で、最後、いや、これで決心ですねっていうときにえ、最後1回だけ口頭弁論やって、 まあそれであの判決と。まあ、そういう流れなんだろうなというふうに思っております。なんで、まあ、僕ら傍聴できるの一1回だけ、まあ、それとあと判決だけということになるわけですよね。でしかも問題なのは、口頭弁論で陳述されてないのでその、閲覧しても閲覧してもですね酸層 <laughs> チャンネルに訴状、ね、を載せていや、ここおかしいんじゃねえのとかですねあの言えないんですよね。引用の要件を満たしてないとやばいんですよ。引用の要件を満たすためには、主従の,の関係なきゃいけないから、 私のコメントの方が長くなきゃいけないっていうようなところがあって、まあちょっと結構厳しかったりするんですよね。なんで、なかなか参考チャンネルに取り上げづらいんですけど、<laughs> なかなかネタ不足の傾向があるので、まあその、何が訴訟の対象になっているのかっていうのだけでもですね、ちょっとあの取り上げてみたという次第でございます。はい、よかったらチャンネル登録、高評価ですね、そからコメントと投げ銭の方をお願いいたします。どうもおやすみなさい。